მოგესალმებით ყველა ძალიან დიდ მადლობა ვიცით აქ მოსვლისათვის. მე ვარ ჭანტურიანინო, მესამე კურსელი და დღეს წავიყვან ამ საღამოს. ჩვენი საღამო შედგება სამი წარმოდგენისგან. პირველი იქნება ტაკეტორი მონოგატარი, რომელსაც შეასრულებს ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები. მეორე იქნება ასევე კენდოს შოუ, რომელსაც შეასრულებს ვასედას უნივერსიტეტის სტუდენტები, ხოლო ამ საღამოს დააგვირგვინებს ჩვენი სტუდენტის იაპონური სიმღერა. იმედია ყველაფერი მოგეწონებათ. შეხება ტაკეტორი მონოგატარის, მინდა მცირედ აგიხსნას, თუ რის შესახებ არის ეს მოთხრობა. ეს მოთხრობა შეიქმნა ნარას ეპოქაში, დაახლოებით მეორე საუკუნეში. და მასში მოთხრობილია მოხუცი შეშის მწერლისა და მისი მეუღლის ისტორია, თუ როგორ აღმოაჩენენ ისინი ბავშვს ბამბუკში. იმედია მოგეწონებათ. こんばんは。本日はお忙しいところをお越しいただきまして誠にありがとうございます。私はチャンツリアニノと申します。中央大学の3年生です。本日は司会をさせていただきます。はじめに中央大学の学生が日本の竹取物語を元にした劇を紹介します。はい、皆さん頑張ってください。今は昔竹取りの翁というものありけり、野山に混じりて竹を取りつつよろずのことに使いけり、なおばさぬきの実やつことなんにいいけろ、その竹の中にもと光る竹なん一筋ありけろ。ほうほう、光る竹とは珍しい。一体何事ぞ、ひとまず切ってんじゃないか。へい。これはどうしたことが、まことかわいらしい女の子じゃ。なんと切った竹の中には背丈が3寸ほどの小さな女の子がいたのでした。母さん、母さん、これを見てくれ。竹の中からかわいい女の子が出てきたぞ。まあまあ、なんとかわいらしい女の子でしょ。見たからは天からの授かりなのに違いありません。私たちの子供として育てましょう。光り輝く竹から生まれた姫なので、なよ竹のかぐや姫と名付け、おじいさんとおばあさんは大事に育てました。それからというもの、不思議なことにおじいさんが竹を切っては、わっさわっさと小判が出てきて、たちまち金持ちになったということです。かぐや姫はみるみるうちに大きくなり、やがて大変美しい娘になりました。かぐや姫の美しさの評判を耳にした男たちは、かぐや姫に一目見たいと、屋敷の周りに集まり、垣根の隙間から覗こうとするのでした。ある日、身分の高い5人の男たちがかぐや姫に結婚を申し込みにやってきました。かぐや姫、私は石造りの御子と申します。私はコラミキの御子と申します。私はウダイヒナベノミウシと申します。私はチンナゴンソノカミナゴロと申します。私はダイナゴンオオトマノミウキと申します。かぐや姫、どう
か私と結婚してください。いや、かくや姫、私と結婚してください。いやいやいや、私と結婚してください。いやいやいや、私とかくや姫。では、私の言う珍しい品物を持ってきてくださった方のところへお嫁に行きましょう。かぐや姫が男と男たちに注文した品はどれも難しいものばっかりであったが、男たちはどうにか手に入れられないものかと頭を悩ますのでありました。さてさて、さて男たちはかぐや姫に言われた品物を持ってくることができたのでしょうか。かぐや姫、天竺にある仏の御石の鉢、ご確認くだされ。石造りの巫女は天竺に出かけるふりをして、大和の国の山寺にあった黒い鉢を錦の袋に入れて持ってきたのであります。天竺の石の鉢にあるはずの光がありません。コラの内の巫女は探しにくいふりをしながら、くじ大工師を雇い、寸分たがわずうまいこと疲れさせたのであります。すると、そこに鍛冶細工師がやってきて、いまだお金をいただいておりませんので、お手当をいただきたいと言うではありませんか。これは本物かと思っておりましたのに、作ったものだったのですか。かぐや姫、これは中国にあるひねずみの顔ごろ、ご確認ください。お大事なべのみうしは大変な金持ちゆえ、大層なお金をかけて商人に探させ、自分では少しも探さなかったのであります。本物の川衣は見えないと言いますが、さていかに。この川衣は燃えてしまったではないですか。中納言その神の丸は自分でツバメの巣を見つけ、ツバメが子を産む時に一緒に産み落とすという子安貝を取ったつもりでいるようですが、さていかに。これは子安貝であの子ツバメの糞です。かぐや姫、竜の玉を持ってくることができず、代わりに私の目が赤く光る玉となりました。竜の玉を取ろうとしたたたりで、大臣軍王とんの行きを目を赤く張り上がっていたのでした。こうして5人の男は誰一人としてかぐや姫が欲しいものを持ってくることができなかったのです。皆さんが持ってきた品物は全て偽物。私は嘘をつく心ない方とは結婚はいたしません。こうしてかぐや姫は5人の求婚を全て退けてしまいました。おじいさんとおばあさんは何とかしてかぐや姫を嫁がせたかっただけに残念に思っていたのでした。さてさて、かぐや姫の噂はついに帝の耳に入り、世にも美しいという姫を自分のものにしようとかぐや姫のもとにやってきました。この時代、帝に見初められることは女性の最高の栄養とされており、帝の求婚を断る女性など決していなかったのです。それなくてもよい。そなたは噂以上に美しい。かぐや姫、私の切っ先になってはくれないか。大変光栄なお話ではありますが、私は帝にふさわしいものではございません。何を言っておるか。
そなたはようにも美しく光り輝いておるではないか。私の清子の言葉のなるありえぬことぞ、一生に宮中に参れ。お許しくださいませ、お許しくださいませ。いやならぬ、どうやっても連れて行く。無人とならば私は気を捨ててしまいましょう。いやいや、それはならぬ。そなたがこの世から消えてしまっては文を交わすこともできまい。それならば我がここから消えよ。帝は諦めようにも諦めきれなかったが、泣く泣く帰ったのでありました。目に焼き付いた美しいかぐや姫の姿が思い浮かんでは、ため息ばかりの毎日を過ごしたのだそうです。かぐや姫や帝以上に素晴らしい方はいませんよ。なぜ断ったのですか。おばあ様、これにはわけがございます。どうにかわけか、かぐや姫は月を見ては悲しそうな顔をするのでした。かぐや姫や、どうしたそんなに悲しそうな顔をするのじゃ。これまでの申し上げねば申し上げねばと思ってまいりましたが、なかなか打ち明けられずにおりました。実は私は月のもの、近く月に戻られればなりませんね。そんなバカな。かぐや姫、私がかぐや姫、嘘だと言ってくれ。十五夜の満月の夜には近くからの迎えが参りましょう。私は心から どうぞママの人のような爪とお諦めください。かぐや姫を守ろうとおじいさんは帝にこの話を伝え、月からの使いを追い払おうと計画したのでした。ついに十五夜の満月の夜になり、大変美しい月夜となりました。とうとう切ってしまったこの日を憂い悲しむかぐや姫は涙が止まりません。かぐや姫、ご安心なされ、私は月の高いそなたを守ってみせよ。帝は男たちとともにかぐや姫を取り囲み、おじいさんとおばあさんはかぐや姫の手を決して離すまいと強く握りました。迎え撃て、かぐや姫を守るのだ、あの者たちを撃ってしまえ。真夜中だというのに、まるで昼間のように辺りは明るくなり、羽衣を身にまとった天皇が、雲に乗って月から降りてきました。迎え撃て、かぐや姫を守るのだ、あの者たちを撃ってしまえ。やい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 、撃て撃て撃て、やいやいやい、まぶしゅて見えない、やいやいやい、まぶしゅて体が動かない。みんなのもの、どうしたというのだ。好きなものが近づいてきたんではないか。帝や男たちはかぐや姫を守ろうとしましたが、月の光がまぶしすぎて動くことができません。かぐや姫、月に帰る時が来ました。こちらに来ました。かぐや姫、行かないでおくれ。かぐや姫、かぐや姫、お礼の品を渡しなさい。はい、天皇様。これは不老不死の薬、永遠の命が得られます。私を心から愛して おじいさん、おばあさん、そして帝には永遠に生きていてほしいのです。今までも大変幸せな毎日でございました。ありがとうございました。どうぞいつまでも元気でいてください。さあ、かぐや姫、この羽衣をまといなさい。天皇の羽衣を身につけると、かぐや姫の体はふわりふわりと浮き始めるのでした。それでは皆様、さようなら。このご恩は決して忘れません。かぐや姫、私のかぐや姫、行かないでくれ。
あれよあれよと間に浮かぶヤツメは小さくなり、じきに見えなくなってしまいました。空は何事もなかったようにいつもの月夜へと戻り、すでに十五夜の月数は傾けておりました。かぐや姫がいなければ仕方がない。そなたの言う通りだ。かぐや姫がいないならどうして命が惜しかろうか。一体誰のために永遠に生きろというのか。もはやこの薬は必要ない。かぐや姫に一番近いところ、そう、日本で一番高い山の頂でこの薬をしまおうではないか。会うことも涙に浮かぶ我が身には、死なぬ薬も何にかわせん。日本一高い山の頂から一筋の煙が立ち上り、不死の薬を燃やしたこの山は不死の山と呼ばれるようになりました。そしていつの頃からか富士の山、富士山と呼ばれるようになったということです。竹取物語、これにておしまい。日本語で失礼します。早稲田大学の小島です。一旦前見場、日本剣道型の1本目、2本目、それと4本目、5本目だけちょっとやらせていただきます。
もう使います。何やってんだろうっていう感じだと思いますけども、まあ、これが、剣道の型ということでございます。で続きまして切り返しというですね、まあ、どちらかというと早い演技の方をやらせていただきます。じゃあよろしくお願いいたします。Вот сравните карту от битвы Шелевы-Русского Габарипо. Эхла, цега на чуя не сану, че мол ланджиши, раз сату зиртад и летеби, та эхла цота страп мас армогут гене, шоу.最後になりました。最後に
10代のこの2年生のアナ・ハライゼさんに日本の歌を歌ってみたいと思います。あの歌の名前は花っていう歌です。はい、アナさんお願いします。川は流れてどこどこ行くの、人は流れてどこどこ行くの、そんなな流れたそこからにはあなたとして探せてあげたい。泣きなさい、笑いなさい。いつの日か、いつの日か花を咲かそうよ。ババは流れてどこどこ行くの、愛も流れてどこどこ行くの、そんなな流れはそこころには花として花として迎えてあげたい。アナさん、どうもありがとうございました。これで日本のこれで本日の日本の文化の夕べを終わりさせていただきます。いただきたいと思います。あの皆様 お集まりいただきどうもありがとうございます。あの皆様2階の日本語の教室に食事と飲み物が用意してありますので、2階に移りしたいと思います。あのご案内いたします。これで日本ゆうべのイベントが終わります。どうもありがとうございます。